王立プロイセン軍事鉄道は、プロイセン王国のシェーネベルクとクマースドルフの間で、陸軍によって運行された、プロイセン区に有鉄道路線で、後にユーターボークまで延伸された。不屈戦争後、戦略における鉄道の重要性が著しく増えた、ことから、鉄道連隊が、延習可能な路線を建設することが決定された。1873年1月9日、 ベルリンドレスデン鉄道は鉄道大隊が軍事目的で独占使用するための路線を自社線の西側に建設する契約をプロイセン国防省と結んだ。1874年2月26日にシェーネベルク軍用駅とクマースドルフの大砲射撃場を結ぶ 45.6km の建設が承認され、1875年10月15日に開通した。 祖先駅までの3 0トルはベルリンドレスデン線と並行し、そこから南西に離れていくルートだった。1897年5月1日にユーターボークまでの2 5トルが新たに延伸された。この鉄道の予算は王立軍事鉄道管理局が管理していた。同じ1897年には狂気の運行試験を可能にするため、 レーハーゲン・クラウスドルフとクラウスドルフの間の線路を3線機上にするレールが追加された。この試験は1900年に停止され、3本目のレールは撤去された。近隣地域の要望がベルリンドレス電鉄道を後押しした結果、一般の利用はまず貨物について、ベルリンと突然の間で、その後旅客については、突然とクマースドルフ大砲射撃場の間で、 軍事鉄道から認められた。旅客輸送は1888年11月1日からは、ベルリンと突戦センの間でも認められた。1891年10月1日からは、ベルリンと突戦センの間に特定公害運賃が導入された。突ツセン駅第一次世界大戦後、ベルサイユ条約によって、ドイツ帝国は軍事鉄道を保持運用することが禁じられた。 施設の使用は1919 19年にプロイセン鉄道に移管され、後にドイツ国営鉄道共同体の一部となり、1937年からは後継事業者のドイツ国営鉄道となった。ベルリング二楊駅から突ンまでの区間は、並行するベルリンドレスデン線が代替として利用可能だったため、1919年に撤去された。 残るツオセンからユーターボークまでの区間は1990年代まで旅客輸送が続けられた。シュペレンベルクとユーターボークの間は1996年6月2日に廃止された。残った最後の区間であるツオセンとシュペレンベルクの間は1998年4月18日に廃止となった。貨物輸送は1996年6月2日に廃止されており、 ソ線センというターボークの区間はすべて廃止された。シーメンス製の試験用電車アイグ製の試験用、電車1901年にマリーエンフェルデとソスセンの間で電気車両と高速蒸気機関車の試験が開始された。1899年10月10日に設立された高速電気鉄道研究協会にはアイグとジーメンス運とスケが参加し、 線路際の高さ5から7メートルの電柱に設置した、河川を3本使用する重 kv 五50ヘルツの三小交流方式で33キロメートルの区間を電化した。時速160キロメートル突破はこの区間で1901年に初めて達成された。施設と車両の改良を経て、1903年10月7日には、初めて時速200キロメートル突破に成功。 アイグの試験者は1903年10月27日に時速 210.2km の世界新記録を樹立した。プロイセン国有鉄道 S 級形状機機関車アルトナ561号機とアルトナ562号機による高速度試験は1904年にも実施された。この鉄道施設は2002年から遺産リストに登録されている。クムの歴史が シュペレンベルク駅のエントランスホールに設置された。ドイツ鉄道は路線を2003年にメレンゼーザーロー駅に本拠を置くエアレープニス鉄道に売却した。エアレープニス鉄道は、ソッセントイえニッケンドルーフの区間で、軌動自転車を観光客向けに運営している。エアレープニス鉄道は2007年8月27日から、鉄道施設会社の運営を認められた。 この路線の列車運行は停止したままである。ありがとうございます。